お疲れ様です。あ、お疲れ様です。どうも。ちょっとね、はい、延長府のスーパーで高級弁当も買ったところで、あ、じゃあ多摩川の方まで参りましょう。そうですね、時までコロコロとね雨が降ってたんだけども、なんか意外に晴れて良かったなって感じ、うん、ほんまよ。今日はやっぱりなんかいつもに比べてちょっと人通りが多いかな。ここが、あ、なんか駅、ああ、百戦錦帝駅、ここが田園調布の駅で、結構やっぱりね田園調布ってだけあって洒落てますよ。そうな、うん、これが丸のなんか操作にまだ慣れてないからな。このスティックで向きとか変えれるんやけど、あ、そうな、なるほど。これあの上押したらこう上行って、下押したら下行くんやけど、あの、なるほど、なんていうの、飛行機とかのゲームってさ、下押したら上向いてさ、上押したら下向けへん。ちょっとわからん。あ、全然わからん。なんかそういうそういう法則があって、あ、そうですか。じゃあちょっと慣れるまで大変やな。うん、まあって言ってもそういうゲームやったの幼稚園とか小学校以来やから、ね、今はちょっと変わっとるかもしれんけど。相当昔なんだよな。もう20年以上前の話になる。そう、ね、ケンタッキー、ケンタッキーは今は、あ、開いてるね、やっぱりね、うん、もう開いてますね。なるほど、わー、なんかもう閑静な高級住宅街って感じがしてくるね。もうこうなってくるね。まあやな、高級車ですね。やっぱりこの辺は日本一のね高級住宅街というところで、やっぱり皆さん乗ってる車も違います。お、ここに来てなんあのだいぶ静かになってきたな。そうだね、結構なんか静かっていうか音がせんっていうか、あ、無音っぽい感じなんよな、ね、相変わらずマスクで歩くんはちょっと高地トレーニングみたいになってしんどいわ。ちょっとしんどいね、うん、まあ、今日はねまだね暑さもそこまで、ね、うん、あれだから。そうなんだね。あれけどこれもう本当に30度とか超えるような日だったから、うん、大変だ、熱中症になっちゃう。前の車の便利、ね、あれって年寄りマークやっけ、なんか Windows のマークみたいな。あー、なんか、え、なんだっけ、黄色となんかオレンジみたいな。なんかさっきのベンツがさ、うん、貼っとったんやけど、あ、そうだ、なんか枯れ葉だったやんか、年寄りは枯れ葉枯れとるんかみたいなんで変わったなとか言って。あ、そうなの。いや全然それ知らなかった。なんか聞いたことあるようなないような、でも多分だいぶ前やけどな。でもさ、それってさ本当に年寄りは枯れ葉だっていう風なコンセプトで最初作られたのかね、それともたまたま、まあ、若葉から枯れ葉っていう単純なあれじゃない。それはまずいな、ちょっと怒るのも分かります。若葉マークやんな、初心者は。枯れてるってことか、やっぱりちょっと分からんけどな、また調べてみようかな。アニメ映画とかで、うん、黒人のキャラクター黒人が吹き替えんとあかんとかさ、なんかアジア人のキャラはアジア人がなんか俳優が吹き替えやらんとあかんみたいな、なんかネットニュースとかで出てきとった気がする。じゃあ逆にさ、じゃない、白人のキャラは白人が吹き替えしなきゃいけないとかあんのかね。だからそういうことだろ。なるほど、それはようわからんよな。ようわからんな。なんか、まあ確かになんか日本に住んでるとさ、そういう感覚がさよくわからないじゃん。もう大体みんななんか、そうそう、まあ、日本人がさ大多数占めてて、だから、ね、まあ日本にはあの
影響ないかもしれんけど、日本ってさ、あの、うん、例えば少年キャラのを女性声優がこうやってるんって当たり前やんか。当たり前だね。それも向こうではアウトになるんかなとかさ。あ、そうだよね。そういう話も出とったな。ね、ああ、私特にさ、アメリカなんていうのはさ、そういうなんかポリティカルコレクトとかやったりなんか、え、そうそうやな。うん、そう。これ略してるのってあれがよくわからないんだけど。なんかパリコレみたいよ。パリコレみたいだね。子供がブランコで、これ結構音声乗ってる感じだよね。これ音声乗ってる。乗ってるよね、うん、例えば音楽とかでなんとかするわけじゃなくて、そのまま乗ってちゃう感じで、うん、あのほらよくさ、映像がこうバッて流れてさ、 あとはもう BGM でバーって言ったんですけど、普通に我々のもう会話を乗っけて、そのまま乗っけちゃうって感じで。そうやな、別にまあ BGM 乗っけてもええけど、うん、OKOK、 まあどっちでもいいんちゃう。どっちでもな。それにしても上品な家が並んでますね。いやな。やっぱこう、なんていうの、うん、庭にこう、綺麗な木がいっぱい植わっとるやんか。そうだね。なんかこの辺がちょっとこう、金持ち感があるような。ああ、そうだね。これあれよな、車が映っとるとき、とかはカットした方がいいんかな、やっぱナンバープレートとか。え、どうなんかな。でもみんな、なんか普通の YouTuber とか見ても、ああ、あんまりなんか車とかナンバープレート例えばモザイクかけたりとかしてるから、ね、その辺がどうかわかんないな。うん、どうも、なんか緊張しますね。なんか撮られること慣れてないんでね。慣れてください。いやそうそうそう、わしが取り慣れてないわ今の。ポールがね、今ぶつかるとこだったんで、こうやって取っててさ、ガインって。確かにな、あの下見れないもんね。そうそう。幸いね、あの、ムエタイやっとるだろう。あ、だからこうやって腕を上げっぱなしにするんは苦痛じゃないのよ。なるほど。でもムエタイやっとっても股間は鍛えらんないからね。そうそうそう。全然イローグローはな、あの、禁じてやから。確かに。なんかラウェイとかだったらな、鍛えられるかもしれないけど、うん、ボールゴールデンボールは鍛えることできるんかな。でもなんかなんだっけ、なんかなんか中国憲法の達人とかさ、なんか結構ゴールデンボールを蹴られてもさ、まあ急所を蹴られてもさ、ね、なんか結構普通に耐えられるみたいな人もいるし、うん、沖縄空手はあれなんでしょ、なんか球をさ、うん、あの体の中に引っ込める、まあ、な、内臓がむき出しになっとるようなもんやからな。そう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 。お、目の前に多摩川大公園が見えてまいりました。まあでも今回はね、ちょっとその反対側の公園ってことで。そうですね。何公園って言ったかな。ちょっと僕今あの撮影でマップが使えんから、うん、あ、はい、あの家々さんのスマホで見てもらえると、うん、はい、